ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙は嫉妬で人を憎んだことはあるか？いきなりどうした。一度夫に浮気された時に。夫？夫の財布をステーキにしてソースをかけて食べさせたことはあるな。往年の昼ドラ大ヒット作ボタンとバラかよ。よくしくじった人に向かってこの役立たずの豚がと罵ったもんだ。絶対にやめた方がいいぞ。ということで今回解説するのは福岡美容師バラバラ丸人事件だ。まさかのバラつながり。この事件に着想を得て映画化された汚れたマリアという作品もあるんだ。監督したのは、須田正樹さんと小松菜奈さんが共演して話題となった糸の瀬瀬隆久監督だ。巨匠じゃないか。ということはかなり注目度の高い事件だったんだな。ただこの作品は R18 指定だ。刺激が強いのか。この事件は当時38歳の女が、不倫相手の浮気相手とされる30歳女性を嫉妬から丸がえ、遺体をバラバラに解体して、高速道路のゴミ箱や駅のコインロッカーに捨てたものだ。随分と猟奇的な丸人事件だな。しかも犯人も被害者も女性同士なのか。最初は男性の複数犯という見方もあったが、最終的には女性の単独犯と結論付けられた。バラバラにしたというと猟奇性が感じられるが、バラバラ事件は女性が犯人の場合が多いらしい。そうなのか？なぜだ？遺体は重く、女性の力では運ぶのが難しいので、バラバラに解体して運びやすくするためだそうだ。一理あるな。で、この事件の何が怪しいんだ？浮気相手への嫉妬から丸買いしたとされているが、実際は浮気の証拠はなかったんだ。なぬ？じゃあなぜこんな残忍な犯罪を？その謎を解く鍵が、犯人が書いた式に見られる。今回はそれにも触れながら解説していこう。それは興味深いな。よろしく頼むぜ。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事件が起きたのは1994年2月27日、福岡県福岡市博多区のマンションの一室だった。福岡市といえば、2021年の調査では住みやすさ全国総合3位だったらしいぜ。そんな良い街で凄惨な事件が起きたんだな。1994年といえば、未だ解決していない井の頭公園バラバラ丸人事件が起きた年でもある。その公園がある吉祥寺も、住みたい街ランキングではいつも上位だよな。住みたい街で事件が起きるということは、住みたい街で事件が起きたということか。なぜ唐突に新次郎公文？この事件の犯人は江田文子。逮捕当時は既婚者で、二人の男の子の母親でもあった。家庭があったのか。文子は自分のダブル不倫相手H が、美容室の同僚と浮気していると思い、嫉妬から丸がえ、遺体をバラバラに解体して、福岡県や熊本県に捨てたんだ。持ち運ぶためにもそうだが分散して捨てるためにも、バラバラにするのは都合が良かったということか。丸買いした時点で処分方法まで考えていたかはわからないが、結果的にはそうなるな。文子がこんな大それた犯行に走った経緯をもっと詳しく知りたいぜ。ではまずは、文子の生い立ちから見ていこう。文子の生い立ち。江田文子は1955年5月、福岡市内で誕生した。家族構成は、地方公務員の父親、元教員の母親、そして兄の4人だった。安定収入な一家だな。しかもアパート経営もしていて比較的裕福なことから幼稚園時代はオルガンとお絵描き、小学生の時はピアノと書道を習いながら、楽器部でコンクールに出場していたという、忙しい小学生だな。中学から短大附属の私立女子校に通い、高校では学外で茶道を習い始めた。ここまで完全にお嬢様じゃないか。大学は親元を離れて進学したいと願ったが、両親の反対で系列の短大に進学。希望は叶えられなかったのか。まあ娘に一人暮らしさせるのも心配だからな。この頃から文子は動悸や息切れ、手の震え、だるさに悩まされるようになる。休診の目。だが母親は文子を怠け者扱いし、心配しなかった。文子は短大に通学するのもきつい体調だったのに、検査も受けさせてもらえなかったため、不調の原因もわからず、父親も母親も共に体調を崩し、兄はすでに家を離れていたため、家事全般を文子が行わなければならなかった。母親は厳しい人だったのか？文子の式によると偏見と決めつけをしがちで、世間体を気にする人だったらしい。時代的にも経歴的にもあり得るな。となると文子と母親の関係は良くなさそうだな。憎しみにも似た感情が文子の中に残ったようだ。大好きなエビフライを最後に食べようと思っていたら、食べられちゃった時みたいな気持ちかな。全然違うぞ。文子は短大卒業後、福
岡市内のインテリア会社に就職、仕事に励んでいたが体調は悪化するばかり。結局1年で会社を辞めた。病院に行ったのは22歳。甲状腺機能亢進症と診断され即刻入院となる。甲状で機能性亢症？違う。甲状腺からホルモンの分泌が増えて代謝が上がり、常に精神的に不安定な状態になってしまうためグッドモーニングがない病気と言われているらしい。つまり朝起きるのが辛いということか。母親との関係性は文子の症状に悪影響だな。治療を受けられたのは良かったぜ。そうだな。ただ最初は投薬治療を受けていたが、その後、将来を考えて手術する方向に変更した。だが文子はこの時、別の異常が発覚した。病気のデパートだったのか？若いのに大変だな。いや、実は文子は妊娠していたんだ。なぬ？相手は不明だが、文子は人工中絶を選択した。だが、その手術の途中でなんと麻酔が切れてしまう。何それ想像するだけで失神しそうなんだけど、それはトラウマだな。妊娠と中絶を知った母親は文子に罵声を浴びせた。世間体を気にする母親は許せなかったのだろう。これが決定だとなり、文子は翌1978年10月、母親の元から離れたい一心で、7歳年上のタンクローリーの運転手と結婚した。そのスピード感、母親への当てつけ婚か？そうだな。文子は世間体にこだわる母親が嫌うタイプの男性と結婚することで、母親に報復したいという気持ちが強かったようだ。同情はするが、それは夫に失礼な話だな。そんな結婚で幸せになれたのか？二人の男の子を授かったが、夫は俺様気質で文子を束縛したがった。しかも思いやりが感じられない夫婦の営みは中絶手術の時に味わった。心身の苦痛が蘇るもので、文子にとっては苦痛だったらしい。子宝に恵まれたのは幸せだが、精神的には満たされないものがあったのか。その結果、当然のように夫婦関係は決して円満とは言えなかったらしい。当てつけ込んだもんな。普通そうなるだろ。その後、太宰府に建てた自宅のローン返済のため、文子はアパレル会社で働き始める。しかし繁忙期は帰宅時間が遅くなるため、夫の理解が得られず1年ほどで退職。知人の紹介で福岡市内の人気美容室ビビットの経営会社で経理事務員になる。しかし、このことが後に文子の人生を大きく動かすことになる。ここで働くことで事件を起こすことになるのか。その後、文子の働きぶりが社長に認められ、2年でマネージャーに抜擢される。島工作みたいだな。ちなみに加山雄三の作曲する時のペンネームは段工作だ。続けろ。不倫相手、H との出会い。1991年、マネージャーになった文子は、美容技術以外の業務を一手に担うようになった。バリバリのキャリアウーマンって感じか。そうかもしれない。承認欲求が満たされて文子もやる気満々だったんだろう。この頃から文子は近所の人たちから派手好き、生活臭が感じられないと言われるようになる。バブル時代だから、ワンレンボディコンでジュリ線持って歩いていたのかもな。そんな格好で30代半ばの主婦が朝出勤してたらおったまげだわ。でも福岡にはその頃、マリアクラブという伝説のディスコがあったぞ。どれぐらい伝説かっていうとこの店をモチーフに TM ネットワークが曲を制作したほどだ。なんで昔の福岡のディスコシーンに詳しいんだよキモいぞ。文子が働く事務所に、ある時期から H という、文子より2歳下の男性が出入りするようになった。H の父親は社長と知り合いで、税理士だった。H はその税理事務所で事務員として働いており、文子の働く会社の税務処理を担当していたんだ。経理担当の文子とは仕事上の接点があるわけだな。H も既婚者だったが二人は意気投合。H は文子をドライブに誘ったりしていた。急に危険な香りがしてきたぜ。1993年9月、文子を含む従業員たちは5泊6日でハワイ慰安旅行に出かける。ワイハニ慰安旅行だと？バブルにも程があるな。実はこの慰安旅行になぜか、H も参加していた。H は社員じゃないだろ？関係ないじゃないか。社長との関係性や、仕事上のつながりを利用して毎年タダで参加していたらしい。ちゃっかりボーイだぜ。しかし嫌な予感しかしない。予感的中だ。二人は1泊2日のオプショナルツアーでモロカイ島行きを申し込んでいた。なぬ？既婚男女が二人きりで？それはありなの？なしに決まってるだろ。文子の式によると、モロカイ島へは社長と3人で行く予定だったが、社長がドタキャンしたために、2人で行くことになったらしい。だが、そんなの信じがたいよな。他の社員がいる旅行なのに、2
二人きりで別行動なんていう大胆な計画を立てたとしたら、それはそれで信じられないけどな。お互いに好意を持った男女が一つ屋根の下で一夜を明かすとなったら、もう結果は見えているぜ。でも二人はワーフ島に戻ってきて、慰安旅行に合流しても何もなかったと社長に報告するんだ。嘘つけばか、本当はちょめっただろうが。なんだちょめったって、ダブル不倫だから認めるわけにいかなかったんだろう。これを機に二人は肉体関係となる。肉体。ふみ子の希望で二人は高級ホテルで密会。どうやらふみ子の方が積極的だったようだ。本人たちは気づかれていないと思っていたようだが、こんな派手な動きをしているもんだから。他の従業員たちの間では二人の関係は、公然の秘密になっていた。そこでふみ子は、ホテルで会うのは人目につくから、二人で会うためのマンションを借りよ。と H に持ちかけた。随分と大きく出たな。しかも借りたマンションは敷金72万円、家賃は管理費別で月12万円の 2LDK だった。派手好きという近所の評判は正しそうだな。お嬢様育ちとはいえ不倫用のセカンドハウスに、その額を出すのはおかしいだろ。てか、不倫やめる気ないのかこいつら。セカンドハウスの家賃を支払ったのは H だったが、H は家族には不倫がバレたくないからと、契約者をふみ子、保証人をなんとふみ子の夫にした。待て待て。不定を働いておいてその夫を不倫部屋の保証人にするって、どういう神経なんだよ。H はとにかく足がつくようなことがないよう、ホテルでも宿泊者名簿に自分の名前は書かないなど、常に警戒していたようだぞ。繊細かつ大胆。風俗でも絶対に偽名を使うタイプ。こうしてふみ子は怪しまれないよう自宅に帰宅するものの、このマンションで H と不倫関係を続けた。女島工作だな。ここからふみ子が次第に極悪人の姿を見せてくる。何が飛び出すんだ？怖すぎるぜ。H の浮気疑惑。ここで被害者となる岩崎真由美さんの登場だ。ふみ子とはどんな関係なんだ？ふみ子より8歳年下の岩崎さんは、ふみ子より1年遅くビビットに転職してきた。立場的にはふみ子の部下だったが、美容師としてのキャリアは10年以上。全国コンクールでも優秀な成績を収めた実績がある。しかも近所でも評判の美人だったらしい。即戦力だな。仕事熱心で、男性からの飲み会の誘いも断って仕事に没頭するような人だったそうだ。だから、ビビットでも指名が多く入り、すぐにトップスタイリストになった。技術の裏には、たゆまぬ努力があったんだな。そんな岩崎さんに H は関心を持つようになり、ふみ子といる時も H は岩崎さんの話題を口にした。それはダメだよー。なんで不倫相手に別の女の話をするかね？ふみ子は岩崎さんに対して嫉妬や憎しみを抱く。他の美容師に岩崎さんの悪口を言いふらし、極端に岩崎さんを避けるようになっていった。陰湿なんだぜ。やがてふみ子は H と岩崎さんの仲を疑い、二人が密会しているのではないかと邪推し始める。密会しているのはお前だろ。そこでふみ子は岩崎さんの素行調査を更新所に依頼する。どんだけ疑い深いんだよ。調査結果は白だった。よかった。疑いが晴れた。にもかかわらず、納得できないふみ子は変装して岩崎さんを尾行したり、無言電話をかけたり、執拗につけ回すが、岩崎さんが H と交際している証拠は見つけられなかった。そして、H 本人にも岩崎さんとの関係を危機一生に付されてしまう。やべえやつだな、ふみ子。それでもふみ子は納得せず、周囲からの情報収集に奔走し始める。怖い怖い怖い。どんだけ疑り深いの？ H もふみ子の言動が怖くなり、これ以上関わっていたら家族にバレると思うようになった。そして二人の関係を清算しようと考え、別れるために、わざと岩崎さんと仲良さそうな素振りや、関係があるような態度をとって嫉妬心を煽った。結果、ふみ子の疑念は深まる一方となる。ふみ子もふみ子だが、H も自己中だな。巻き込まれた岩崎さんはいい迷惑だぜ。1994年1月にふみ子と H が食事した時も、ふみ子は岩崎さんとの関係に探りを入れた。H はその質問には答えず、マンションの解約と別れを切り出す。なんかやばいよ、そのはぐらかしは。ふみ子は怒り、その矛先を岩崎さんへと向ける。そして最悪の事態が起きてしまう。げげ。犯行当日。岩崎さんは前年の11月、ビビットの退職を社長に申し出、2月25日、その手続きのために、事務所にいるふみ子を訪ねた。退職に際し、岩崎さんはこれまでの待遇への不満や、美容師見習い2名が退職したことを自分のせいにされたことへの不満を訴えた。
岩崎さんを心よく思っていなかった文子も言い返し、実に4時間の口論を繰り広げる。4時間ってすごいな。お互い積もり積もった恨みがあったんだな。手が出なかっただけマシかも。岩崎さんも言いたいことは山ほどあっただろうな。潔白なのにあることないこと言われていたんだから。翌26日、文子は密会に使っていたマンションを解約したことを H から知らされた。こうして文子と H のダブル不倫の関係は終わりを告げる。これが決定だとなったのか、27日の午前10時15分頃、文子は再び事務所に岩崎さんを呼び出し、やってきた岩崎さんと口論になる。昨日の今日で、お互いに冷静な話し合いは無理だろ。文子の怒りは頂点に達し、2週間前にスーパーで購入した刃体約16組の出刃包丁を、台所から持ち出し岩崎さんに切りかかり、押し倒して馬乗り状態に、さらに首を数回突き刺すなどした。その結果、岩崎さんは失血死してしまう。むごいことを。ご冥福をお祈りします。残忍な行動はまだ続く。事件現場となった事務所は社長の自宅と兼用だったため、社長が戻るまでに証拠を隠滅する必要があった。何より死体を運び出さなければならなかったが、文子一人ではとても運ぶことはできないため、事務所にあった工具箱に入っていたノコギリや、丸貝に使った出刃包丁で首、両脚、両腕、胸部、腰部、手首など11個に分けて切断した。そんなに細かく。さらに、乳房をえぐり取ったり、内臓を取り出し、ひえー。事務所に置いてあったスーツケースや黒いゴミ袋に入れた。この間、わずか3時間20分。基準はわからないがおそらく早い。このような残忍さや処理スピードから、事件発覚当初は異常な性癖を持つ男性が、地上のもつれで猟奇的なマル人を犯したと思われていた。随分と手際がいいが、この犯行は衝動的なものではなく計画的だったのか？状況から計画性があるのは間違いないよな。文子は午後3時頃に事務所を出て、スーツケースを太宰府市の自宅へ運び込んだ。大胆だな。そして午後5時頃に事務所に戻り、丸貝現場を雑巾で拭き取り、内臓や肉片の入った黒いゴミ袋を、事務所近くのゴミ集積場に捨ててから午後7時、ビビットで行われた研修に参加している。自宅に持ち帰った遺体はどうしたんだ？学生時代に何度か行ったことがあった阿蘇山付近の雑木林に捨てようと、丸貝から参加後の3月2日、レンタカーを借りて行ってみたが、そこは開発されて別荘地になっていた。10年以上も経てば、状況も変わるよな。そこで文子は、この周辺には両足だけを行き、捨てたんかい。道に迷いながらも、他に捨てられそうな場所を探して車を走らせていると、熊本駅前に着いた。胴体だけなら被害者の身元はバレないだろうと思った文子は、JR 熊本駅のコインロッカーに、胸部と腰部を入れた。部位的に身元はバレないと思ったとはいえ、見つかる前提だな。この後も行き場所を探したが、なかなか見つからず、結局は九州自動車道上り線の玉名パーキングエリアで黒いゴミ袋に入れた。左腕と右手首をゴミ集積場に、次の山川パーキングエリアのゴミ集積場には、同じく黒いゴミ袋に入れた右腕と左手首を捨てる。一人でこれをやるの、相当疲れそうだな。丸貝に使った出刃包丁は走行中に窓から捨てたそうだ。危ないだろバカ。だが、最も身元がバレてしまう頭部は捨てる場所が見つからなかった。結局自宅付近まで持って帰ってきたが、ちょうどその日はゴミの収集日だったことに気づき、自宅付近のゴミ集積場に捨てたんだ。自宅付近？いくらなんでもリスク高すぎるだろ。いや、それが気づかれることなく集荷され、頭部は見つからなかったんだ。ちなみに右手首と凶器の出刃包丁も見つかっていない。被害者が浮かばれないな。事件発覚。文子が遺棄した翌日の3月3日は、玉名パーキングエリアと山川パーキングエリアで、3月4日には JR 熊本駅のコインロッカーで、身元不明のバラバラ遺体が発見された。この遺体が岩崎さんのものと判明したのは3日後となる3月7日。岩崎さんの家族からは捜索願いが出されていた。最悪の形での対面になってしまったな。警察は捜査を進めていく中で、当然岩崎さんと揉めていた文子の名前が浮上するる。しかも、事件現場となった事務所が被害者の職場として固く捜索されたとき、事務所から岩崎さんと同じ B 型の血痕が検出された。慌てて処理したから拭き残しがあったのか。捜査を進めると3月2日から3日午後まで、複
岡市内でレンタカーを借りたことがわかり、N システムと呼ばれる自動車ナンバー自動読み取り装置でレンタカーのナンバーを読み取り、文子の移動経路を割り出して外堀を埋めていく。日本の警察は優秀だな。さらにすごいのは、回収した植木田財布館の通行券4万枚の指紋を採取、文子の指紋検出に成功したこと。警察グッジョブ、ここまで来ると執念だぜ。悪いことはできないな。でも丸貝の目撃者もいなかったし、決定的な物的証拠も見つからず、死体遺棄後、文子が岩崎さんの自宅に、新しいお店での活躍を祈っています。などと書いた手紙を送っていたり、3月7日に身元が岩崎さんだと報じられると、ニュースは見たか。次はお前の番だ。という虚偽の脅迫状を作ってわざと H に見せ、自分も狙われているとの偽装工作を行ったんだ。どんだけ。裁判とその後、3月15日、福岡県警は文子に任意同行を求め、その日のうちに死体遺棄容疑で逮捕する。しかし文子は事件への関与を否定し、自分も犯人から脅迫されていると訴える。さっき聞いた脅迫状のことだな。だが、捜査陣がそんな話を信じるはずもなく、執拗に文子を取り調べた結果、全面自供する。裁判が始まる前の5月には、文子は夫と離婚している。面会に来た夫は、文子に不倫の事実確認だけを行い他には何も言わなかったという。夫は文子の過去のトラウマもあって夫婦生活があまりうまくいっていなかったわけなのに、外では不倫していたという事実は許しがたかったんだろうな。その後、公判に臨んだ文子は、丸貝については無罪を主張し、死体損壊については有罪を認めます、と述べた。岩崎さんの首に包丁が刺さったのは、被害者と揉み合った際に起きた偶発的な事故で、包丁を向けたのは岩崎さんだから、あくまでも正当防衛であるという言い分だった。目撃者がいないからって、言いたい放題だな。それどころか、H との不倫をネタに岩崎さんから脅迫されており岩崎さんの差し金で、二人の男にレイプされたとも主張。さらには真犯人は二人の覆面男だったと言い出した。人には見えないものが見える能力でもあるのか？最終的に福岡地裁は犯行の計画性も認定した上で、稀に見る凄惨な方法で損壊し、各地のゴミ箱に捨てるなど、極めて悪質。虚偽の供述を繰り返すなど、反省も見られない。と、検察側の主張をほぼ全面的に認め、懲役16年の判決を下し刑が確定した。裁判継続中の1997年に、文子は告白という式を出版しているのだが、丸したことを認めていないので、謝罪ばかりか、お悔やみの言葉も最後まで述べていない。岩崎さんへの憎しみの深さが感じられるな。でも、遺族は怒りのやり場がないだろう。その後の情報は何かあるか？真偽のほどは定かではないが、獄中の様子を伝える漫画があったらしく、服役期間が長い受刑者は一目置かれる存在で、文子は他の受刑者に口うるさく注意するなど、刑務官のように振る舞う、というようなことが書かれていたらしい。マネージャー時代の気分そのままだったのかな。年数的にはすでに懲役は終えているはずだ。少しは反省していることを願うぜ。自分の価値観や正義を押し付ける母親に対して強い嫌悪感があった文子だが、結果的に母の言動を自分もなぞってしまっているような感じだな。元はといえば母親へのコンプレックスや承認欲求が引き起こした事件かもしれないな。闇が深いぜ。闇といえば、式のカバーに自分の二人の息子へのメッセージが書かれているんだが、そこには、ごめんね、あなたたちの青年楽器も思い出せないままでした。控訴審の法廷で検察官に教えられました。他人に教えられたのでこんな悲しいことはありません。今は、あなたたちの青年楽器をしっかりと胸の中に置いています。これからは、あなたたちの誕生日には一人で、ハッピーバースデーを歌うことにします。ごめんね、許してください。と書かれている。子供の誕生日を思い出せないなんて普通はありえないけどな。今ではその子たちにも子供がいるかもしれないが、母親を反面教師にして、ぬくもりある家庭を築いていることを願うばかりだ。そうだな。そして文子は岩崎さんへの謝罪の気持ちも表してほしいんだぜ。今回は福岡美容師バラバラ丸人事件を紹介したよ。ということで最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。